企業同士がですね、つながってそのデータをお互いに解析分析して、今後に生かしていくと。当社の企業理念でございます。企業理念ということで、お客様企業のデータドリブン経営を支援し、 DX でつながる社会の未来を切り開くと。当社の事業内容はですね、システムコンサルティング&インテグレーションということと、もう一つはプラットフォーム事業、この2つでございます。この ERP や CRM をつなぐですね、ビジネスモデルとして第3の柱としてですね、CBP コネクティッドビジネスプラットフォームと言われるですね、企業間協調プラットフォームを自社開発して、マーケットに提供していくと。まあ、ERP と CRM っていうのはですね、システムインテグレーション事業ということですね、システムを開発して提供していくという形のビジネスモデルなんですけれども、こちらはプラットフォームを自社開発してそれをご利用いただくという形、ストックビジネスということですね、ストックビジネス、つまり、サブスクリプションとですね、リカーリング、まあ、重量課金をですね、まあ、組み合わせた形でですね、お客様にサービスを提供しているということでございます。注文決済サービスのですね、概要というところになります。複数の企業様がこの一つのプラットフォーム上でやり取りができるようになるというところが、一番のポイントになってくると思います。両者がこうご利用できるような形作りになりますので、いわゆる、お互いのですね、流れというところが把握できるような状態になってくるかなと思ってます。発注企業様、受注企業様、それぞれ裏には基幹システムが当然あると思います。その基幹システムをつないで相手とやり取りをしたこのお互いの情報というところを、見て確認ができるというところに、価値が出てくると思ってます。企業同士がですね、つながってそのデータをお互いに解析分析して、今後に生かしていくと。注文から入出荷、請求書、ご支払いというところを一連の機能として持ってますよと。今こちら右側がですね、これまでというところでちょっと記載をさせていただいてます。このやり取りをしているというところの状態というのは、あくまで相手方に情報を交換で渡しているだけであって、お互いに共有してきている状態ではないと。お互いの情報をですね、やり取りができるようになりますので、交換というところから共有というような形作りになるんじゃないかなと。CBP 注文決済の強みとしまして、大きく4点挙げさせていただいております。まず直感的な仕組みというところになります。でもう1点はチャット機能と、2点目はCBP という仕組みだけを利用いただくのではなくて、必ず裏に業務がありますので、その業務といかに融合させて使っていただくかっていうのが、各社様やっぱり違うところがありますので、そこをきちんと理解をして、CBP をご利用いただくような、導入をさせていただくと。で、データ利活用というところに関しましては、まず取引は同じデータを持っていますので、基本的にはここは同じデータがありますと。でプラスAPI でデータ連動できるような仕組みと、データをすぐに出せる CBP のところからクイックにデータを出してそれを活用いただくということができるかなと思ってますね。4点目のところになりますが、機能をですね、きちんと計画的に強化の方をしていきます。我々だけではなくて、つながる仕組みっていうのをきちんと提供していきたいというところです。あらゆる形で情報が共有化されることによって、より効率的に、かつ例えば2024年問題ではないですけども、物流業者さんの負荷を下げるための効果的な注文のやり方ですとかっていうようなところの活用というところで、社会の問題というところに関してもうまく共有ができるんではないのかなというふうに思っています。